1番山梨県より阿部煙火工業株式会社五合玉です。金木犀の香りを感じられるようなイメージで制作いたしました。暑い夏も終わり、秋の訪れを感じていただけたら幸いです。五合玉金秋花。続いて十号玉です。芯が40に入り、全体で50に開く菊型花火です。くっきりはっきりとした芯を目指します。上り極道良い芯変化菊。株式会社小松煙火工業五合玉です。全体で4層の同心円を描く錦色と点滅を組み合わせた花火です。上り曲付き煙芯金線化。小松煙火工業、続いて十合玉です。全体で6層の同心円を描く割り物花火です。上り源流五煙芯点火軸。より株式会社太陽花火五合玉です。芯が二重に入り、全体で三重に開く花火です。上り極付き八重芯変化菊。太陽花火15玉です。3色が移り変わる花火です。上り極付き三色スライド。4番静岡県より三円煙火株式会社五合玉です。二重の芯が入った割り物花火です。上り曲付き八重芯変化菊。
年煙火株式会社重宝玉です。キラキラと輝く瞳をイメージしてみました。瞳の中の輝き、トゥインクルアイズ。ご先祖様の化身だと言い伝えられています。命を宿した不思議な輝きを放つ花火をご覧ください。ホタルビ神秘の光。リケブ十号玉です。幼い頃に祖父や祖母と見た美しい田舎の風景を思い描いた作品です。群力もたるふるさとの風景。夏に咲くトロピカルカラーが印象的な花をイメージしてみました。ブーゲンビリア。伝統的な三重の神が咲き、来輪は満州の球磨川上空に日本の象徴的な菊の花がしなやかに開花いたします。のぼり小花付き三重神春菊の花。全体で三重の花を咲かせます。のぼり木付き八重咲きさざ波菊の花。
看護演歌展十五玉です。全体で五重に描く日本伝統の菊花型花火です。上り源流由井新変化菊9番福岡県より高田花火工業五号玉です。彩色のキラキラ輝く花火を制作いたしました。上りフラッシュ電光付き青崎光の万華鏡5A の同心円を描く花火です。上り極道付き五重心変化菊